ここの曰くでですね、お経がここからともなく聞こえてくるらしいんですよ。耳鳴りするんですか、まだ。耳鳴りします。ずっとだってここいくらほら、ゴーストチャンネル、どうも、もしもし聖者のしゅんすけです。おいです、お願いします。心霊系 YouTube 史上最も心霊ファンに期待されていると言われているチャンネル、ゴーストチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。私カメラと声を担当しております、あごひげメガネ D です。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。後ろをご覧ください。こちらはですね、奈良県は生駒山にあります覚林寺という、はい、まあ一応お寺になるんですかね、はい、になっております。まあ、旧覚林寺ですかね、正式には。旧覚林寺、はい、まあ、廃寺なんですかね、はい、なんですかね、はい、まあ、一応ここがですね心霊スポットということになってまして、はい、まあ、廃寺ということらしいです。なかなか真っ暗で怖そうなところですね。はい、もう周りが完全に真っ暗闇の山の中にポツンと、しかも下りのなんか崖にあるみたいな感じですよね。視聴者さんのご依頼もあったという。あ、なるほど、はい、過去に視聴者さんが、はい、ここへ行ってみてくれと、はい、いうことで依頼があったっていうのもあって行かしてもらおうかなと。はい、なるほど。なんかガサガサ言いましたね、はい、後ろ、右後ろからまだ出てますよ。言ってんな。ちょっと一回近づいてみましょうか、うん、ガードレール沿いに。何の音だったんでしょうか。カサカサと2回。私何の音だったと思う。もう分からんよ。もう分からんよ。もう俺に聞かれても。まあもしかしたら招いてくれてるのか。なるほど。警告してるのか。確かに。それは今からいざ行くぞっていう時になってこんな風に。そうですね。なんか警告されてるような気がしてならないですが。まあただ行くんですけどね。当てますよ。もうだからって聞いたからってもう嫌になることもないです。はい、わかりました。もうないの？え、早いな。対応能力よ。わし遅いな。もう1年以上やってもらっても登録者数も1000名を超えて、うん、まだ粘るか。ありがとうございます。ありがとうございます。1000人登録者数ありがとうございます。突破いたしました。ありがとうございます。社長が今右側から誰か走ってきてるんちゃうかって言ってますが、なんか走ってきてるよね。ちょっと後ろでしてる、うん、足音ってことですかね。走ってきてるよね。今日はちょっと何かありそうな気がするな。今日こそね、ゴーストハントしたいですね、はい、そうですね、千人のお祝いに。あ、2022年入ってもしステ2人で多分初めてじゃないですか、今日は。あ、そうですね、はい、最強タッグ2人で行きます、はい、で今から覚林寺2022年心霊検証やっていきましょう。レッツゴー。失礼します。失礼します。失礼いたします。まずは何て書いてる。ああ、そうですね。よいしょ。カンってカンって聞こえなかった。俺も聞こえなかった。薬師如来ご出現の滝霊場薬師山覚林寺です、分かんないですけど、はい、見たんでしょうね、うん、薬師如来が顕現されるところで、なんかとは滝もあるってことですかね。そうでしょうね、この書き方へと。やばいね、滝、まあ、薬師如来ってまあ論理寺のごとくなんかそういう病気の神様みたいな、病気治してくれる神様みたいな話は聞いたことありますけど、ね、まあじゃあ早速ちょっとご挨拶して、はい、失礼いたします。失礼します。はい、上なんて書いてます。八大竜王。帰って先からあれですね、この辺 で、ね、なんか奈良の、奈良でよく見る。失礼します。あれですね、ここの曰くでですね、はい、あのお経がどこからともなく聞こえてくるらしいんですよ。あ、はい、なんでちょっと耳を澄ませて。わかりました。行きましょうか。ちょっと静かに行きましょう、ね、はい、
まあまあ距離ありますね。緊急用の椅子だね。それでなんか分かれてる。分かれる。うわ怖い。どうした？いや怖い。どうした？ね。どうした？いや鳥。ああ。え？鳥が。あこっちってことですか、ね。こっちなんですかね。だいぶ先ほどの最初の鳥から。だったんですけど、さらにまだまだ奥がありそうです。はい、行きましょう。はい。八大竜王不動明王というふうに書いてます。失礼いたします。ということで。さらにちょっと険しくなってますので、ここからほんまにちょっと油を入れて。あるほんまに。1人ぐらい下ってます。道を間違えたんでしょうか。ちょっと一瞬だけ温まったんですか。ちょっと先ほどまでの寒さを忘れるぐらいちょっと汗をかいております。どこまで降りなかったかな。下降りますね。急に人工物が。普段のようなものがあってあったりして。本当ですね。おお。あでもここにもその奥田を貼られてた跡。はあ。石の建造物が見えてきました。はい、険しい山道を下ってですね、閣林寺へ到着いたしました。なかなか険しい道でしたね。すごいなここは。あの体力的な意味で限界が来そうなぐらいでしたが、膝割る手間。もうちょっとこうなってもいいからスロープみたいなバリアフリーにしてほしい。まあでも今はね使われていないということですので。はい、じゃあ早速行って回りますか。はい、なんかこの辺に由来とかが書いてありまして、はいはい、でなんか後ろになんか石碑っぽいものがあります。そうですね、お墓というわけではなさそうです。はい、でなんか一応なんかお供えっぽいなんか榊っていうんですかね、が飾られてはあるんですけど、まだお手入れされてる、はい、うん、なのでじゃあちょっとお参りさせていく感覚でちょっと、はい、させていただきましょうか。はい、はい、あこれなんかこの石の感じ見たことあるぞ。あれや、白鷹狼、なんとかなんとか狼って書いてこの石だけボンと置くこのスタイル、白鷹狼っぽいですね。まあ場所的にも近いんでね、奈良なんで、なんか同じような系列なのかもしれません。これ次は大杉大臣。このもしかしたら大杉狼。ああそういうことか。ああそうや。ああこれも決まってるんや。なるほど、この木がご神木ですよという。ほんならご神木がちょっとじゃあ、お邪魔してます。関節タッチ関節タッチ静電気か。なんかパワーをいただいて、ありがとうございますということで、すみません失礼いたします。はい、ではまあ、まあ、はい、ビビッと回りましょうかね。はい、失礼します。失礼します。また見させてもらいます。失礼します。ちょっと見させていただきますね。本来狛犬って二対で一つなんですが、なぜか一つだけ。なんもねえですね。ちょっと調査のためにさせてもらってます。はい、すいません。調和16年。16年。11月。やばいな。調和16年。戦争的な年代ですよ。それです。出しました。ありがとうございました。
あ、ありますね。お、八大竜王大神。あ、八大竜王神ですかね。失礼いたします、ちょっと見させてもらいます。でこまいのがやはり一体だけですね。もうカピカ光ってますね。しかでなんか不思議な、妙に綺麗じゃないですか。はい、うん、こっちにもね、うわ、何これ。はい、なんかね、八姫弁、なんとか言って弁財天、いや、八姫弁、ちょっと火星なんなんですかね、これも不思議、ほんま見たことないですね、こんなのが。ちょっと、なんか、はい、こちらにも何か生きる八、生きる八、いや、わかんないです、わかれへんね、情報量ですか。こちらにも、はい、これが一番、なんかまあ大きい、はいはい、そうですね、大きい子もやし、よくある、これで、これが僕らよく知ってる、はい、なんかぶ、お寺にあるなんか仏像っぽい感じですよ。まず失礼します、失礼いたします、ちょっと見させていただきます。この感じはあれかもね、薬師如来っぽい、薬師如来なんじゃないでしょうか、ちょっとわからないです。多分今日あの薬を入れる壺かなんか、ああ、ね、ぽい、流行りの病が、病気がなくなりますよ。ウイルス退治お願いいたします。はい、もうちょっと見せてもらいましょう。あ、耳鳴りがする。お、耳鳴りですか。怒っておられるんじゃないですか。あれ、何それ、そのなんで囲われてんの、そこ。何やろこれ。あ、あれや。え、どれよ。あれで見たやん。どれよ。友ヶ島で。何。友ヶ島の最後の神社のとこで見たやん。何。これあれや。ね、どれ。ごま焚き場や。うわー。だから炭落ちてるわ。炭落ちてるっしょ。うん。じゃあここで引き焚いて。まあやっぱ修験道の場、場ですよね。でもここのあれですね、お地蔵さんみんなやっぱお薬の入れる箱みたいなもんね。次は、はい、ここでお水が流れてますね。はい、あっち行きますか。はい、なんかあそこに建物があるようなんで、はい、なんかその辺を見ていきたいと思います。はい、失礼いたします。お百度前でできるんですよ。あ、本当ですね、でかい、広いですね。まだまだ上ありますよ。上の薬師の滝。あ、これが、これ、ここ。なるほど。こっちじゃないかな。こっち、あ、こっち。ああ、あの向こう側ですかね。はい、好んだお稲荷さんですね、これ。はい、失礼いたします。ちょっと見させていただきます。はい、失礼いたします。ああ、薬師の滝。これがそのあれですかね、道明王や、これ。そうなんです。だからその薬師如来のそこに、え片手に剣持って、なんか後ろに金みたいな。ほんまや、ほんまや、よかったな。武道さん、薬師の滝と言いつつ、確かにそれは不動明王です ね、 ね。ここに不動明王さん、ちょっと古ぼけてしまってますが、像があります。下にもまだちょっと水が残ってますね、はい、湧き水のような感じでしょうか。でもまだ、でもとても綺麗なんで、はい、まだ湧いてるんかもしれないですね。ちょっとこの前 Y 氏がこういうお水を触って力を得たので、はい、もう少しあやかりたい。あ、冷たい、しっかり冷たい。いただきます、パワーを。はい、行きましょう。参りましょう、戻りましょう。はい、不動産番組の方どうやって回ってるかんだったら、費用費用紙赤くしたてるだけだ。え、ほんまや、
めっちゃ怖いやん。ここ最近のバケタンの反応具合がやばいよ。やばいですね。帰ろ。しかも赤でしたね今。うん、赤でしたね。アラームも鳴ってなかった。はい。ちょっと危ないかな、うん。もしかしたらワンちゃん怒ってるんかもしれない。あるんじゃないですかね。さっきな、はい、な、まあ、左側は、はい、物音がしてて、で今さっきそこの滝やってる時に、はい、見てる時にあのお堂の方、はい、こうなんか、ね、なんとなく、まあ、水の音かもわからないけど、はい、喋ってる感じの、あ、やっぱり、うん、僕もなんか社長か誰かがお話されてるのかなっていう一瞬思ったんですけど、うん、聞き違いかな。行きましょうか。そう、はい、じゃあさっき上行きましょうか。行きますか。はい、フレラインさん、はい、水流れてるんで苔があるか、階段が浸食されて水に水浸しになっております。あ、ここで終わりですか。はい、あ、あれもそうですね、不動明王が、はい、ちょっと見させていただきます。失礼いたします。すいません。あ、なんか見たことない顔ですね。ちょっとズームさせていただきます。お参りさせていただきます。はい、お願いします。失礼いたします。ちょっと見させてもらいます。行きますか。もう何か、うわ、すよ、並んどる。失礼いたします。これはこの形は神社の形ですよね。そうですね。あ、ってことは神様系なのかもしれません。いわゆる神仏集合というやつで、ここはだから神社ゾーンみたいなことなのかもしれません。そうそう、耳鳴り、あのね、その真ん中なんちゃら姫って書いてるところから帰ってこようとした時に、はい、ここめっちゃ痛なって、はい、キーンって耳鳴りみたいな、めっちゃ高い耳鳴りみたいな、で耳の奥がめっちゃ痛くなってる。ちょうどねここおったんですよ。ここおってションスケと なんて読むやろうなみたいな感じでこうやって向こうに行こうとしたら耳鳴りで奥が痛い。あ、どっちのあれかな。あ、なんだろうな。常姫、常姫、金富竜王。金富竜王。お金持ちになりそうです。ねえ。でも一ちゃん橋の方、白玉竜王って。ああ、白玉。白玉。白鷹狼でもありましたね。そう、いや、でもやっぱ 見れば見るほど本当になんか白鷹狼のあれに似てますね、うん、この石がボンって置いて名前四文字熟語バンみたいな。はい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 、なんかそんなんでしたね、はあ、我々が知らないだけかもしれませんが、あまり見たことない形です。そうですね、似てるといえばかつて撮影に行った白鷹狼ですね。ボブッと撮ってる。地理の場所的にもここから近い場所、同じ奈良県にありますんで、ね、生駒の麓にありますな、あそこは。歴史ありますね、こういう、はい、で、なんかさ、この建立の年代とか昭和16年とかも多分その辺の年代的にも多分、はい、白鷹狼と同じぐらいの年代なんじゃないかということで、はい、こういうのがもしかしたらその当時そういう様式があったのかもしれませんね。もう今の日本では見られませんがっていう感じで、うん、まあ、どっかでは残ってるんでしょうけどね、うん、はい、では圧倒されています。はい、失礼いたしました。耳鳴りするんですか、まだ。耳鳴りします。ずっと。もう今まだ途切れてないですか。結構ネットの噂とかだと、はい、ここはなんかハイデラというふうに聞いてたんですけれども、はいはい、なんか結構綺麗でしたね。そうですね。綺麗に整備されてて。なんかこの布とかも新しそうやし、はい、なんか管理されてる貝の名前がきっちり入ってて、うん、そうですね、なんかちゃんと管理してますよという、なんか伺えますね、そういうのが、
ょっと下もあるんで。はい、すみません。くたま王か。ここなんか囲われてます。ああ、ほんなこれもう待って。うわ。あ、何？滝と一緒やから、ここも滝じゃなかったもともと。そうですね。だってこれなんか絶対水流れてるほら。うん。あ、そうや。失礼します。じゃあここまずパイプも出てるやん。こっから出てたってことやろ。水が。はい。失礼します。あ、こっちだ見えない。見て、さっきのよりちょっと大きめの不動明王。不動産が。また、あれですね、なんか表情また違いますね。やっぱ怖い顔してますね、ちょっと。だるまさんみたいな顔してます。こっちが本当の薬師の滝と言ってもいいぐらいちょっと広いですね、さっきのに比べても。そうですね。水は枯れちゃってますが、うん、ここでも、おそらく修行されてたんでしょう。で、はい、待って気づいたんですけど、はい、ここも共通点ですよ。白鷹狼、滝、修行。そうですね、そうですね。この様式が今の日本であんまり見られてないってことは何かしら理由があると思うんですよ。でそれとここが心霊スポットになってるっていう、うん、で普通さ、そのお寺が廃寺になったぐらいではこんな有名にならないと思うんですよ。怖いなっていう場所は怖いなってあるかもしれんけど、はい、確かにね、うん、それが心霊スポットっていう噂が出るっていうのは、うん、なんかそういうこの様式になんかちょっと呪術的な要素とかがあったりとか、それがなんか変な方向の噂を生んだのかもしれないですね。あるかも。だってここいくらほら、まあ、めっちゃ音してこっちからです。違う。その音じゃないよ。パクみたいな。やばい。やばい、もう2回目やで今日。ご視聴ありがとうございました。ゴーストチャンネルでは地元ならではの心霊スポットと心霊現象でお悩みの事故物件をお持ちの方の情報を募集しております。ゴーストチャンネル公式 Twitter の方に DM でお願いします、はい、それとチャンネル登録とあとコメントなどもよろしくお願いします。じゃあまたね。